皆様新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。スポティービーでございます。今年もよろしくお願いいたします。はいさあどうですか、新年2024年になりまして、はい、今年は辰年ですか。そうなんですね、辰年ですよね。あまりいろんなことを考えておらず日々頑張っております。まあ、今年、まあ、新年一発目ということでですね、はい、まあ、今年こんな風にしていきたいなっていうような、はい、まあ、抱負みたいなことをお話しいただければなと思うんですが、はい、そうですね、うん、まあ、活動は年がら年中なんです、うん、保護してケアをして譲渡するというのが、うん、まあ、キャットガーディアン的な活動はメインですね、うん、それから2008年 の、 団体開始時から、悲願であった、他団体様との連携ということも、まあ、暮れにですね、元気地商店通販部というのを、うん、実質立ち上げさせていただいて、うん、ペットフードロスの問題に取り組んで、30トンほど、トンですね、ほど流通することができて、30トン捨てずに保護活動の方に、流通させることができたわけなので、うん、まあ、そういったことを続けていくのですが、うん、次のステップがあります。うんうん、はい、聞いてください保護団体は、まあ、フードの高騰とかもあって、うん、もう必要なものを買うのに宿泊している状況、うちもそうです、うん、企業さんのその余剰になってしまうものをうまく使わさせていただければということで始めて、うん、非常にうまく形ができている。こういった形を、従来そのペットフードを買ったりとか、うん、支援金とかでサポートをする方たちというのもいらっしゃるんですね、うん、はい、でその方たちからの、まあ、ご要望もあって、こちらも構想もあって、うん、はい、元気地商店通販部で買って応援できないだろうかと。あ、なるほど、はい、保護団体側の都合としては、うん、現在、抱えている動物が、うん、欲しているその子たちに食べさせなきゃいけないフードっていうのを、うん、フードであれば買うし、うん、ということになると思うんですけど、うんうん、これご支援する側っていうのはなかなかその見えにくかったりとか、そうですね、はい、ぴったり合うものをお送りできなかったりとかしちゃうことがあって、うん、でここで保護団体側が選べるようにと思って、うんうんうん、ある種 の、 そのギフト券とかクーポン券とかっていう性質のものを購入いただいて、でそれをじゃあ、こちらの団体にと指定していただくような形ですね、うんうんうん、はい、そうすると団体は欲しい時にそのギフト券を使って、はい、で、欲しいフードの量、商店通販部の中で扱っているものを選べるということですね、はい、それはいいですよね、はい、かなりナイスな感じなんですけどね、うん、でそのまあ、すごく今必要なフードが特にはっていうことであれば、うん、まあ、持ってていただいていいので、うん、必要な時にまた使っていただくということになります。それこそ消費期限のあるもので、うん、いい形で無駄なく活用してほしい。でこれをやるために、うん、その保護団体や個人で活動している方の、うん、本当はこれがやりたかったですね、うん、可視化が必要なわけです、うんうん、はい、どういった方がどこにいらっしゃってどんな活動を実際にしているのかというですね、うんうん、まあ、ご紹介できるのは一部になってしまうかもしれませんけど、うん、ホームページや SNS 的なものはリンクを貼りますし、うん、活動内容についてもこちらでちょっと説明を設定させていただいて、うん、基本的な数字とかをお出しいただくような形、一目でわかる全国犬猫保護団体活動リストみたいな、よくいただく質問がそのどこに力を貸したらとか、うん、はい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 、うん、君も力を貸してくださいそう、どこに寄付をしたらとかっていう話をこちらに聞かれることが結構あります。やっぱ迷いますもんね、うん、でやっぱり指針となる、ね、ものが数字が見えてないなっていうの大きいなと思うんですけど、うん、やっぱりリスト化は必要だなと思っていますので、うん、なんとかそれにこぎつけたいと思います、うん、で逆にこれをもしご覧のですね、保護団体さん、うん、個人活動家の方はぜひ登録をしていただいてですね、うん、いろんなことを情報公開していただけたらですね、支援をしてくださる方たちというのは、うん、とても多くいらっしゃると思います、うん、まあ、本当にやらないよりはね、はい、やって損はないかなっていうレベルまで来てると思うので、はいはい、実際ね、どんどんトライアンドエラーをやっていって、うん、あ、こういうやり方は
ダメなんだなとかこれはうまくいくなとかっていうのをう、ね、怖がらずに新年始めてしまってはいかがでしょうかと思います。団体のジレンマとして、はいはい、多くの人に知ってもらって、はい、できたら援助をしてほしいという広報をやってみようというふうに思っている方がもしいらっしゃったとしても、はいはい、正直そんな暇ないよっていうのが本音の部分もあると思うんですよね。相当きついですね。そうなんですよね、はい、そうすると、一概には言えないんですけど、はい、もう毎日猫のお世話をして保護をしている方のところは、はい、もう誰にも知られなくてで お金も、当然ですけども自分で切り崩してっていう状況っていうのがジレンマとしてあると思うんですよね、はい、何も広報しっかりしてるところが、はい、そういうところをないがしろしてるっていうふうに言うつもりはないんですけれど、はい、でもやっぱりそこはどこかがね、はい、そこも含めて助けてあげないといけないんじゃないかなってやっぱり思うんですよね。そうですね、もちろん人がやることなんで、はい、こうした方がいいのにって言ってもいやできないんでっていう話もあったりちょっと一つ提案ではあるんですけど、うん、もしそのお声掛けして、乗ってくださる団体なり個人の方がいれば、うん、私たち映像であるとか、うん、写真であるとか、うん、そのいろんな場所でいろんな方が頑張ってらっしゃる犬も猫も助けているというのをやっぱり見る側に効率よくそれから印象に残るように見せていきたいし、うん、番組としても取り上げさせていただけたらなと思います。そうですね、大したね映像技術を持ってるわけじゃないんですけどね番組内で画像とか映像とかだけ送っていただければ、うん、それをもとにご紹介するっていうことはやっていけたらなと思ってるので、はいはい、やっぱり映像の持つ力は強いですし、うん、知っていただきたいし、はい、猫も犬も可愛いしみたいな感じですかね、はい、なんで今年はなんかこういう番組を通じて、うん、実際に活動をされている方たちとか、はい、そういう人たちとなんか、つながったりしていきたいですよ ね、で私たちめっちゃやたら数がいるのでそこは誇っていいと思うんですね。なので数をある意味何かでくくることができたら、駅書店通販部は一部その、ね、くくっていくことができ始めたのではと思っています、さらにいろんな形で、ご無理のないようにつながることができれば、はい、というわけでしっぽ TV は今年は人とつながるように頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、それでは今年はこの辺で、はい、バイバイ。